カプレイヤーコレクターの皆さん、ハローワールド、カイドウゲームスカイドウです。今回はいつものワンボックス開封じゃなくてですね、こちらジャンボカードコレクションっていうの中に封入されている3パック、それを3箱分で9パック開封していきたいと思います。果たしてその中にね、コーレアリティはあるのか、ロマンはあるのか、やっていきたいと思います。いや楽しみだな。それでは始まり。したらね、早速開封していきましょう。これはね、ものすごいね、頑丈にテープで貼ってあるんで、それ気をつけながらやっていこうと思います。こういうね、なんかクソデカカードセットみたいなのはね、ポケカはちょこちょこ出すんですよね。わかるかな、昔カード出して200円か300円かぐらいで出てた下敷きみたいなサイズのカード、これはストレージかな、カード入れるやつ。でも今回のデザインは本当にいいからね、こういう大きなカードで出るっていうのはちょっと嬉しいね。ちょっと光でビカビカに反射しちゃってあれだけども、これはミュウのカードですね。でこれ本命のパックです。ミュウと踊り鳥では、ね、コレクション性が非常にあって、さあこれ本命です。ここからコーレアが出るかどうか。あのボックスに入ってるやつと違って、あのコーレアリティが保証されているわけではないから、果たしてそこから引き当てれるかっていうのがね、今回の楽しみなところでございます。これちょっとサクサクっと開けていきます。これはラティオスとメタモンか、そうか。最近のデザインが凝りすぎてて、ちょっと一瞬分かんなかった。本番の3番お願いします。最後のアクラスね。こちらラプラスとガラルファイア。ラプラスも綺麗なんよね。よく見るとすごい細かいとこまで書いてあってね、まあ、各自で検索して見てみてください。これ3番本番ですね。さあこっからが本番です。この9パックの中からね、コーレアリティを引けるかどうか、ロマンはあるのかどうか、いざ勝負。もちろん普段のワンボックス開封もね、何が出るか分かんねえっていう楽しさあんだけど、これはもうそもそも出るかどうか分からんっていうのが最高にしびれるよね。さあどうか。今回はね、絞りながらいきますから。おお、失礼しました、カメラのバッテリーがぶっ飛びましたので仕切り直させてもらいます。ここから始めます。まあまあまあ、これ電池よし。
カールデンジロス。さあ、ここからあんま見えてなかったところ行きましょう。いざ。さあさあさあ、来たぞ。はい、来こう。まあ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 、でもこれは雷光の絵面的にどうかなっていうところはあるけど、でもコーリアリティは引けてます。よろしいよろしい。はい、じゃあ次の3パックいきましょう。最初の3パックはね、まあまあよしぐらい。高レートかって言われるとそうでもないけど、でも高レアリティだし問題なし、むしろ良かったまで言える。さあ行きましょう。お、ゼラオラ。おい、光る無限大な、いいね。さあこっからはどうか。何かいないか。色違い無限ダイナかな。さあ次3パックいきます。正直ね、2番目の3パックはコメントに若干困るというかって感じです。さあラスト3パックいきましょう。チラチラしてんね。何が基本エネルギー。そうか、そうか、基本エネルギーか。正直って感じ。でもね、一パック目は良かった。さ、というわけで、ジャンボカードコレクション3ボックス開けていきました。正直結果としてはね、いいかと言われるとどうかなって感じは正直するんだけど、この雷光と基本エネルギー、これは良かった。あとはもう光る電磁虫と無限大がね、これも悪くはないの。いっぱい見てるけど、まあ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 楽しかっただいって感じかな。でもよかった。たまにやっぱこういうね、普段のワンボックス開封と違うことができるのは楽しいです。ちょこちょこね、あのポケカーはこういうのを出してくるんで、こういうのまた出た時やりたいと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。